はい、特務支援課バニングスです。あ、ロイドさん、よかった、つながったみたいですね。フラン、直接連絡なんて珍しいな。何かあったのか？それが実は支援課に相談があるという市民の方がいるんですけど、直接そちらに回してもいいですか？ああ、大丈夫だと思うけど、いつものように端末で回せる話じゃないってことか。はい、ちょっと深刻そうな話なので。それにロイドさんたちをぜひにと指名される方も珍しいですから、どうせだったらと思いまして。そうか、事情は分かったよ。支援課の方に戻ればいいのかな。はい、相談者の方にもそちらに向かうように伝えます。どのくらいでお戻りになりますか？そうだな、少し遅れるかもしれないから、早く着いたら中で待っているように相談者に伝えておいてくれ。はい、わかりました。それではロイドさん、よろしくお願いしますね。緊急の要請が入ったの？ああ、ちょっと深刻な話みたいだ。他の支援要請は切り上げて、一旦支援課の方に戻ろう。了解です。で、相談者ってのは美人なのか？いや、知らないって。おっと、もう来てたみたいね。すみません、勝手に上がり込んでしまって。その、ああ、いいですよ、話は聞いていますから。相談者の方ですよね。ようこそ特務支援課へ。はじめまして、あの、リーシャ・マオと言います。本日は相談に乗っていただきありがとうございました。うわ、こいつはまた。トランジスタグラマーです。あんまり露骨に見つめないの。ちょっとロイド。とりあえずそちらにおかけください。まずは一通りお話を伺います。脅迫状？はい、1週間前のことです。イリアさんのもとに差出人不明の手紙が届いて。あ、イリアさんというのは炎の舞姫の異名を持つ劇団アルカンシェルの大スター、国際的な知名度を誇る看板女優にしてアーティスト。いやまさかイリア・プラティエ絡みの相談事が回ってくるとはね。ランディさん、少し落ち着いてください。その、さすがに有名人ですから名前くらいは知っていますが、しかしその彼女宛に脅迫状が。はい、本人はただのいたずらだと言ってますけど、ちょっと不気味な文面でただのいたずらには思えなくって。それで劇団長とも話し合って、とにかく警察に相談してみようって。脅迫状の現物はどちらに？その、イリアさん自身が持っています。すぐに捨てようとしていたところをなんとか止めはしたんですけど。そうなるとまずはその脅迫状を見せてもらう必要がありますね。そういえばリーシャさんと言いましたか？当然アルカンシェルの関係者なんですよね？アーティストの一人です。その、まだまだ新米なんですけど。って、ああ、なんだよさっきから。君の顔、新作の特集ページで見かけたことがあるぜ。
イリア演じる太陽の姫と対になる月の姫を演じる準主役、イリア・プラティエが大抜擢した彗星のごとく現れた大型新人って、そんな大型新人なんて、まだまだ稽古不足で足を引っ張ってばかりなんです。本当はデビューなんて早いとは思ってるんですけどそれでもすごいですよ。あのアルカンシェルに採用されてデビューするんですから大体わかりました。しかし話を聞いているとイリアさん本人はこの件について乗り気ではないみたいですね。はい、とにかく今は舞台の完成度を高めたいから外部の人間は入れたくないって、特にその警察なんか言語道断だって。それでは私たちも出る幕などないのでは。でも皆さんは特務支援課なんですよね。雑誌で読んだ限りなんだか普通の警察の方よりも親しみやすそうっていうか、そのイリアさんも納得してくれるんじゃないかと。こう言ってはなんですけど、遊撃士協会の方には相談は？イリアさんは民間人ですし、彼らの護衛対象になると思いますが。それはそのクロスベルで遊撃士協会はとても人気があるみたいですから、公演前にそんな人たちが出入りしたら変に噂になってしまいそうで、その点皆さんならそこまで話題にはならないかと思って。すみません、私したら失礼なことを。いや全然気にしてませんよ。それよりも大体の事情は了解しました。この件引き受けようかと思うんだけど、みんなどうだい？もちろん私は賛成よ。私も異存なしです。いや、むしろ断るなんてありえないだろう。というわけでリーシャさん、脅迫状の件、特務支援課が引き受けさせていただきます。ありがとうございます。それでは私一足先に劇団に戻ります。劇団長とイリアさんには私の方から報告しておきますので、いつ来ていただいても大丈夫です。ええ、わかりました。まったね、リーシャちゃん。失礼します。さてと、とりあえず劇団に行ってみよう。脅迫状を見せてもらわないことには始まらないしな。そうですね、ただのいたずらの可能性もありそうですし。いや、しかし役得だな、公演直前のアルカンシェルに入れる機会があるなんてよ。しかも生イリアだぜ、生イリア。確かにあのイリア・プラティエから直接話を聞くかもしれないのよね。ちょっと緊張してきちゃった。そんなにか。雑誌とかで見る限り確かに美人だとは思うけど。ちょっと楽しみです。改めて見るとかなり立派な建物ですね。結構新しそうな雰囲気ですけど。築20年になるかしら。市庁舎などに比べるとそんなに古い建物ではないわね。アルカンシェルか。小さい頃兄貴とセシル姉に連れられて何度か来たことはあるけど。なんだ、どうした？いや、なんでもない。早速お邪魔しようか。
相変わらず雰囲気のある玄関ね。音楽が流れてる。ってことは稽古中なのかな。おお、きっとそうに違いね。お客様、大変申し訳ありません。ただいま当劇場は関係者以外の立ち入りをご遠慮願っておりまして。その、実はこちらの方から相談を受けた警察の者なんですが。ああ、特務支援課の方々でしたか。ようこそアルカンシェルへ。リーシャさんから話は伺っております。何でも劇団長とイリアさんにお話を伺いにいらっしゃったとか。ねえ、お取り次ぎ願いますか。それでしたら正面の扉からホール内にお入りください。ちょうどイリアさんの稽古を劇団長とリーシャさんが見学しているはずですから。いいんですか、イリアさんの迷惑なのでは。いえいえ、そんなさじを気にされる人ではありませんよ。むしろ本番に近いと言って喜ばれるんじゃないでしょうか。わかりました。よし、そんじゃ俺たちも早速見学させてもらおうぜ。すみません、お邪魔してしまって。なんて言ったらいいか。すごかったです。ちょっと魂抜かれかけたぜ。素晴らしいものを見せていただきました。ありがとう。まあ完成というにはまだ程遠い状態なんだけどね。まだ上があるんですか。当たり前じゃない。このシーンはあくまで冒頭の太陽の姫だけのシーン。これに月の姫が加わることで何倍にも相乗効果が生まれる。最後のクライマックスシーンは今の数十倍はすごいと思うわよ。すごいっすね。想像すらできません。リーシャ、彼らがさっき言ってた？はい、特務支援課の方々です。ふーん、確かに全然警察っぽくは見えないけど。でもね、事情聴取とかするんでしょ。たかがいたずらごときにそこまで付き合いたくないわね。まあまあイリア君、みんな心配してるんだ。少しくらいいいじゃないか。そう言われてね。公演前にテンション下がることは一切しないのがスタイルだし、リーシャが胸を揉ませてくれたら少しは考えるかもしれないけど。揉ませません。まったく君と来たら。なんか舞台の上とのギャップが微妙に。おじさんっぽいです。除血らしいのは知ってたけど。いや、強烈な人だよな。すみません皆さん、
なんとか説得してみますから、ロイドさんたちは控室にでも。あら、イリアさん、ロイドって今そう言ってたわね。ひょっとしてあなたのこと？ええ、まあ近い、近すぎるって。フルネームは？そのロイド・バニングスですけど。やっぱり。うわあ。おい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 。イリアさん。何をしてるのかね。いや、世間は狭いわね。まさか噂の弟くんとこうして会えるなんて。そういえば警察に入ったって聞いたことがあったっけ。聞いていたイメージとほんとそっくりじゃないの。ひょっとしてイリアさん、セシル姉の知り合いだったり。セシルは私の親友よ。日曜学校以来だからもう10年以上になるわね。なるほど。改めて自己紹介するわね。イリア・プラティエ、劇団アルカンシェルの看板を背負って立たせてもらってるわ。よろしくね、弟くんたち。まったく、イリアさんたら、いきなり抱きついたりしてロイドさんに失礼じゃないですか。まあまあ、硬いこと言いこなし。それにお姉さんに抱きつかれてちょっとは嬉しかったでしょ。セシルさんに続いて、これがヒエラルキー、弟至上主義というやつか。この弟貴族、弟ブルジュアジーが。それでその脅迫状の件なんですけど。ああ、そうだったわね。弟くんの頼みなら仕方ね。ちゃんと手紙は持ってったわ。はい、これ。どうも。頼まれたのはこっちだけど。これは新作の公演を中止せよ。さもなくば炎の舞姫に悲劇が訪れるだろう。金。確かに脅迫文っぽいな。脅迫文というよりただの嫌がらせじゃない？言っちゃなんだけど、この程度の脅し文句なんか珍しくもないんだし。そうなんですか。まあ、うちもそれなりに儲けさせてもらってるからね。やっかみ半分、面白半分で、脅しめいた手紙はそこそこ届くよ。ただ今回ばかりはちょっと気になることがあってね。気になること？そこにある差出人か。ああ、そうなんだ。今まで送られてきた脅迫状は無記名がほとんどだったんだが、それが今回は銀という思わせぶりな名前が書かれていて、ただのいたずらとは思えない感じがするんです。気のせいだと思うけどね。皆さん、銀という名前に何か心当たりはないんですか？全く持ってないわね。そもそも人の名前なの？それ、何かの暗号とかそんな感じはしますけど。うちの新作のタイトルに銀という言葉は入っているが、そのくらいだね、心当たりは。そうですか。ではそれ以外の心当たりはありませんか？失礼かとは思いますが、最近誰かの恨みを買うようなことがあったりしたとか。それは
まさかね。あら、あなたたち誰かに恨まれる心当たりなんてあるの？あのね、私たちではなくてイリアさんの話ですよ。ほら、つい先日例の会長さんのことを。ああ、あのハゲ親父のことか。あまりにどうでもいいからすっかり忘れてたわ。そのハゲ親父というのは、マルコーニっていう油切ったハゲ親父のことよ。ルバーチ商会っていうゴロツキどもを使ってるっていう。ルバーチ商会、その名前が出るかよ。何？どうしたの？いえ、最近よく聞く名前なので。それでそのルバーチ商会の会長とはどういう経緯で？よく接待かなんかでうちに客を連れてくるのよ。いつも貴賓席を使っているから相当羽振りはいいんでしょうけど、舞台とかには全然興味ないみたいね。私のことも演技とか全然見ないで、体ばっかりいやらしい目で見てたし。イリアさん、よく気づくね。そんなこと、舞台の最中は観客席も含めて私の世界だから当然でしょ。で、この前そのハゲ親父が私に言い寄ってきたわけよ。テートのオペラハウスへの進出をバックアップしてやろうとか、恩着せがましいことを言いながら。へえ、そんな予定があるんすか。帝国からだけではなく共和国方面からも要請があるんだよ。期間限定でいいから特別公演をやってくれないかってね。そういえばこの前リベールのグランアリーナからもオファーがあったな。やはりすごい人気なんですね。でもどうしてそれをルバーチェの会長がバックアップするという話に。どうやらテート方面に強力なコネを持っているらしくてね。まあ彼らの噂を聞いている限り遠慮したい類のコネだと思うが。ルバーチェはどちらかというと帝国とつながりの深いマフィアです。テートの暗黒街とのコネクションもそれなりにあるのかもしれません。そうなんですか。それで結局そのハゲ親父をどうしたんですか。もちろん丁重にお断りしたわ。二度と迫ってくる気が起こらないようビンタもかましてあげたけど。マフィアのボスにそんなこと。そうなんです、私もう気を失いそうになって。私も気絶しそうだったよ。ただまあ向こうもイリア君の体を触ってくるなど無謀な、いや無礼だったからね。周りの取りなしもあってその場はなんとか収まったが。向こうがその時の屈辱を忘れてない可能性はある。そういうことっすか。確かに脅迫状を出す動機にはなりそうですね。事情は大体わかりました。まずはいくつか手がかりを当たってみようと思います。イリアさん、この脅迫状はお預かりしてもいいですか。ええ、構わないわ。少し目つきが変わったわね。私たちがステージに上がる時と同じような目。いいわ、あなたたちならいい仕事をしてくれそうだし、 B 社の心配を取り除くためにもこの件全てお任せしておくわ。イリアさん、引き受けました。ご期待に添えるよう尽力させていただきます。ありがとうございました。イリアさんも納得してくれたし、相談して本当に良かったです。これからですよ。どうやら一筋縄ではいかなくなりそうですし。そうですよね。そういえばあの、どうかそんな丁寧に話さないでいただけませんか。その、私まだ新米ですし。
ロイドさんやエリーさんよりもちょっと年下だと思いますし、そんな丁寧に話しかけられるとなんだか申し訳なくって。そうですか。それじゃあちょっと砕けさせてもらうよ。はい、どうもありがとうございます。 B 社、ミーティングを始めるわよ。はい、イリアさん。それでは皆さん失礼します。何か分かったら遠慮なく劇場にいらっしゃってください。さすがに忙しそうだな。ま、公演まで数百回は稽古を重ねるらしいからな。脅迫状を気にかけている時間がもったいないのもうなずけるぞ。なるほど、納得です。新作の成功のためにもなんとか解決できるといいわね。ああ、そうだな。
さてどうするんだ。今のところ手がかりはルバーチェくらいだな。一応銀という名前も手がかりになりそうですが。そうだな。なあみんな、ルバーチェ商会を一度訪ねてみないか。え？マジか。別に警察の捜査として普通の事情聴取をするだけさ。脅迫状を出したのがルバーチェの会長かどうかはまだわからないけれど、面倒を避けてるだけじゃ真実にはたどり着けないと思う。うん、一理ありますね。それにいい機会だと思うんだ。あれだけのことをしても捕まらず大手を振って歩いている連中、どんな実態なのかをつかめるきっかけになるかもしれない。なるほどな。やっぱり心配か。なんだったら俺とランディだけでも。ロイドさん。いや別にそういう意味じゃなくて。ううん、別に心配はしていないわ。そうね、尋ねるだけであればそれほど危険ではないと思う。この町のマフィアというのが本当はどういう存在なのか知るにはいい機会でしょうね。ああ。なんだよお嬢、ずいぶんと思わせぶりだな。気のせいよ。脅迫状に関しても氷炭から駒ということがあるかもしれないし、早速訪ねてみましょう。ああ。データベースの情報によると、ルバーチェ商会のビルはそこの裏通りの途中から路地の奥に入った先にありますね。あの怪しげな一角か。連中の姿を見かけると思ったらマフィアの本拠地だったわけだな。ここがルバーチェ商会。ずいぶん怪しい路地だとは思っていたけど。なんだお前ら。お前らみたいなガキどもが近寄っていい場所じゃねえ。とっとと失せよ。お前らあの時の。もしかして。はあ、どうやらお知り合いだったみてえだな。なんだこいつらがどうしたんだ。例の警察のガキどもだ。旧市街の仕込みを邪魔してくれた。なんだと。どうやら自己紹介をする必要はなさそうですね。今日は捜査任務でこちらに伺わせてもらいました。何？こちらの会長さんに取り次いでもらえませんか。とある事件に関して話を聞かせてもらいたいんです。ふざけるな。警察のガキが会長に話だと。よくも抜け抜けと。容疑者というわけでなく、あくまで参考人としてです。もちろん強制ではないので無理強いはしませんが。ま、取り次いでくれるくらいはしてもらってもいいんじゃねえか。ち、アルノーがしくじった件でさらに調子に乗らせたみてえだな。おいおい、どうする。勘違いしてるクソガキどもに改めて礼儀でも教えてやるかよ。そうだな。なんかダメっぽいぜ。仕方ない、退散するしかないか。通してやれ。わか
頭。お疲れ様です。おう、ご苦労。でかい。あのバルドさんも相当な大きさでしたけど、こっちはそれ以上だな。お前らが警察のガキどもか。話には聞いてたが、思った以上に若いじゃねえか。特務支援課のロイド・バニングスです。あなたは？ガルシア・ロッシ、ルバーチェ商会の営業本部長を務めている。まあ若頭と呼ばれることの方が多いんだな。おいおい、いきなり大物臭いぜ。ええ、おそらくナンバー2でしょう。入れ、話は俺が聞いてやる。若頭がそう言うなら仕方ない。とっとと入りやがれ。くれぐれもあの人に無礼を働こうと思うなよ。長生きしたかったらな。何かと思えば。うちの会長がイリア・プラティエに脅迫状で嫌がらせだと。とんだヨタ話もあったもんだぜ。無論こちらもそうだと決めつけているわけではありません。ですがほとんど手がかりがない状況で、先日揉め事があったと聞きまして、参考までに話を伺えればと。会長が引っ張られたやつか。ありゃ酒の席でのちょっとしたハプニングだ。会長も酒が入ってたせいか、ほとんど記憶にないらしいしな。全然気にしてないと思うぜ。そうなんですか。お聞きした話だと、テートのオペラハウスへの進出をイリアさんに持ちかけられたとか。ああ、そんな話もあったな。うちもいろいろな付き合いがある。そっちの方から仲介された話だ。まあむしろそれは口実で、会長はあれの特別ゲストとして彼女を招待したかったらしいな。あれ？特別ゲスト？ああ、こっちの話だ。まあそういうわけで何の関わりもねえ話ってことだ。わかったか、坊主ども。念のため脅迫状の現物を確認してもらってもいいですか。まあいいだろう。よこせ。これです。納得です。確かにイリア・プラティエの講演を妨害したいみてえだ。何か気づいたみたい。くだらねえな。脅迫状というよりは単なるいたずらじゃねえのか。おいおい、何か心当たりがあるような反応でしたけど。何のことだ。手紙の文面についても全く心当たりはねえな。ま、少なくともうちの会長が書いたんじゃねえのは断言できる。とんだ無駄足だったな。ち、何か知っていそうだが。聞き出すのは難しそうですね。話はわかりました。ところで今の話を会長さんから直接お聞きできないでしょうか。ああ、確かにそういった話は本人から直接聞きたいもんだな。それとも留守でもしてんのかい。調子に乗るなよ、小僧ども。
てめえらみたいなガキどもに会長が会うわけねえだろうが、いつでもひねり潰すことのできる無知で哀れな子犬ごときによ。な、ち、本来なら俺もてめえらごときにわざわざ会うつもりはなかったが、せっかくの機会だから親切に忠告してやろうと思ったわけだ。てめえらが何をしようが、このクロスベルの現実は変わらねえ。まして俺たちを同行することなど不可能ってことだ。ずいぶん余裕たっぷりじゃねえか。分かったらとっとと失せろ。てめえらみてえなガキどもを相手してるほど暇じゃねえんだ。だがこれ以上はめかえばガキだろうが容赦なく叩き潰す。忠告ありがたく受け取っておきますよ。行こうみんな、聞き込みはこれで十分だ。ええですね。茶の一杯くらい出しやがれってんだ。待て、そこの赤毛。ああ、俺のことか。その赤毛どこかで見たよ。いや、そんなはず。おいおい、勘弁してくれよ。グラマーな姉ちゃんならともかく、おっさんに言い寄られる趣味はねえぞ。まあいいだろう、目障りだ、とっととうせろ。そっちが引き止めたんだろうが。参ったな。完全に子供扱いでしたね。気に食わねえな。そういえばランディ、何か呼び止められてたけどどうしたんだ。さあな、ただまあ、あの男ただのハッタリだけじゃねえぞ。まともにやり合ったら今の俺たちじゃ歯が立たねえだろ。そうか。それ以前にまともに相手にされていない感じでしたけど、こちらが何をしたところで痛くも痒くもないというか。ああ、それは俺も感じたよ。議員とのつながりがあるとはいえ、あの余裕は何なんだ。エリー、なんだ、どうした。うん、何でもないわ。それよりこれからどうするの。どうやらルバーチェには何か心当たりがあるみたいだけど。ああ、脅迫状の一件か。あの若頭の言葉を鵜呑みにするわけじゃないけど、俺はこの件にルバーチェが関係している可能性は低いと思う。でも脅迫状を見て明らかに反応してましたよね。ああ、間違いなく何かに気づいたんだと思う。おそらく気づいたのは、差出人の名前、これに反応したんだと思う。銀、結局はこいつか。この人物がルバーチェの関係者という可能性はないのかしら。いや、関係があるとしたらあの若頭の態度はおかしい。まるで関係がないことを最初から確信しているような、そんな感じじゃなかったか。なるほど、確かにそんな素振りだったな。ルバーチェと無関係でありながら
彼らが強く意識している存在、そういう人物ということですか？ああ、そうだと思う。だとするとルバーチェの情報に詳しい人に相談してみた方が良さそうね。法律事務所のイアン先生とか。ああ、そうだな。本当だったらグレイスさんにも相談してみたいところだけど。ま、あの姉さんに話したら脅迫状のことまで強引に聞き出してくるだろうな。アルカンシェルにとっては格好のスキャンダルになりそうですね。ああ、だから正直当てにしない方がいいだろう。あとは他にも心当たりがあるなら当たってみよう。もしかしたら思いがけない情報が入ってくるかもしれない。ええ、そうね。どうした？ううん、なんでもない。それでは早速聞き込みを始めましょう。どこを回るにせよ法律事務所には行かないとね。なあ、そうだな。